はい、皆さんこんにちは、レイです。今日はニューエラのバックパックを紹介しようと思うんですが、僕が愛用しているのはボックスパックというものなんですけども、それの前に使ってたのがこれラックサックというものなんですけども、まあ、容量の感覚としてはすごく似ていて、こう縦に長いバックパックになっていて荷物をたくさん入れられてとても便利で、これも愛用していたんですけども、これがですね、中身に荷物を入れていてもある程度こうくしゃっと丸くなってしまって潰れてしまいやすいところがあって、であと縦に結構長い分荷物をこう上に積み木のように重ねていって綺麗な形のものを入れられる場合には収納能力っていうのは結構高いんですけども、中でその積み重ねにくい形の悪いものをしまおうと思うとどうしてもちょっと入れにくかったところがあったんですね。でこれをずっとですね、まあ、三脚入れてカメラ入れて使っていたんですけども、であと本来はこの一番上のところが、まあ、こういうハードなパッドが入っていて、ここにニューエラのキャップをしまってもキャップを型崩れさせることがないっていうのがとても気に入ったポイントなんですけども、僕はここにカメラを入れることで、これカメラ用の部屋として使っていたんですね。でそうするとですね、じゃあお財布をどこに入れようかなと思うと、まあ開けて中身ここから入れていくしかないんですけども、まあここですね、大きな部屋一つとあとパソコンを入れる薄い部屋があるものの、ちょっと荷物を小分けに入れる部屋が足りなかったんですね。それでどうしようかななんて思って、まあ、横もがっちり開けられるから横からこうね荷物出し入れもできて便利だったんですが、そこで見つけたのがこれなんです。今荷物入れてるんで重たいんですけど、これです。ニューエラのボックスパックというものなんですけども、先ほどのものとのシルエットの違い、先ほど背負ってるシーン見ていただきましたが、まあ、ボックスという名前の通りこれ箱状の形状になるんですね。これも縦に長い形はしているものの、ある程度箱の形状をしているので、どちらかちょっと横幅もさっきの赤いラックサックよりかはあるっていうのが特徴なんですね。でこの中にですね、今三脚と今カメラ使っちゃってるんでカメラのようなものをまた別に入れてるんですけども、まあ、これの内容量をですねちょっと見てください。ではですね、中身を見ていきますけども、まずですね、今運よく箱状の形状にはなっておりますが、このメインのコンパートメントの中身の荷物の量が少ないと、これがこうやってボックス形状にならずにここがペタンと潰れてしまうので、ある程度入れてる時にはボックス形状でかっこいいけども、そうじゃない場合にはペタンと崩れてしまうっていう難点もありますけども、中身をですね見ていきますと、例えばまず僕が愛用している三脚がワンセット、そのままこれで結構長いものが入っちゃいます。あとですね、例えばコーラの1リッターのボトルも余裕で入ります。で本当はカメラ突っ込みたかったの、今使っているのは、まあ、カメラと似たようなサイズ感で、まあ、GoPro Hero 9のですね、箱がこんな風に余裕で入っています。でさらにはですね、よいしょ、この中がですねパソコンを入れられる部屋になっているので、ここから iPad Pro が1個出てきて、かつですね、よいしょ、MacBook Pro もこういう風に出てきます。というわけでメインの部屋は、あ、コーラが落ちた、大変あわわになる、まあ、これだけ大きな部屋なのでいろんなものを入れて便利で、かつですね、内側にメッシュの袋がついていて、僕はここに顔を拭く、なんかタオルみたいなものとかちょっと細かいワックスとかそういうものを入れています。でこのボックスパックの蓋の部分パカッと開けますと、ここもですねこんな感じのメッシュの袋になっていて、ここに僕は例えば目薬入れたりリップ入れたり、なんか薬入れたりとか、ペンを何本か入れておいたり、バイクの鍵以外に車の鍵を入れたりとか、ここの収納も使えてとても便利です。もうこの時点でですね、さっきのラックサックとは収納力のこの区分けの数の違いっていうのが全然違うのがお分かりいただけますでしょうか。で上の蓋の部分なんですけど、ここを開けるとですね、例えばもう今売ってないけどクシタニのプロトコアレザーの財布、形変わっちゃいましたね、この形気に入ってたんですけども、あとまあ小物類ここにいろいろこう入れられるんですけども、今出してきたのがですねキャップクリップです。まあ、ニューエラと言いますとですね、バッグメーカーというよりかはやっぱり帽子メーカーなんですけども、その帽子をさっきのラックサックはこの蓋の部分にしまえたんですけども、このボックスパックの場合にはここにこのキャップクリップを止められる、まあ、止めのベース部がいるんですね。ここにクリップをつけておくことでここに帽子を引っ掛けられるんです。でこのキャップクリップって実際にニューエラのお店行きますとオンラインストア見ていただいてもいろんなカラーバリがめちゃくちゃこれいっぱいあるんですね。まあ、どれを使うかは皆さん好みでカラーバリエーションをですね見て自分のバッグと組み合わせを作ってください。で最近ですね、迷彩気に入ってたんですけども、
それあちらの方にですね取られてしまいました。なんでこれはどうしようかな。今手持ちで新品で残ってるのがネイビーとシルバーとブラック。ブラックつけたくは間違いないかな。でこれのバリエーションでですねこんなものもレイブログで紹介しておりました。このベージュが大人っぽくて綺麗なんですよね。これは要は斜め掛けできるウエストバッグの形状のものですね。これについてはこんな感じでゴールドのバックルつけておきました。今日差しを受けてギランギランに光ってますけども、これまたねかっこいいんですよ。で今期のですねこのボックスパックについてこのグラファイトっていう色がこれが新色になります。僕が前使ってたブラックの、グレーになったという感じなんですけども、ちょっと2個並べてみましょう。これが前使っていたブラックなんですけども、こっちが新しい色のグラファイトですね。シンプルにブラックとグレーの違いなんですけども、今こっちのブラックの方のものに関してはまだ多少荷物が入っていて、上の蓋の部分がこうペタンと倒れてくると先ほどのボックスのような形状じゃなくなりますよね。で常日頃そんなにパンパンに荷物入れてるわけじゃないので、結構こういうちょっとクシャッとした形状になりがちなんですね。これだったらもうちょっとバッグそのものが小さくてもよかったかなというのがちょっと悩むところではあったんですけども、なんといっても収納する部屋がたくさんいるおかげで、じゃあここに GoPro 今回入れておいて、こっちにはコンデジのこれも一応入れておいて、じゃあこっちにはなんかジンバル入れたりとか、じゃあ今回ここにはグローブ入れとこうかなとか、あ今回なんかライディングシューズも必要だしとか、いろんな荷物がバンバン増えていっちゃった時にやっぱりこの容量というのがすごく助かるんですね。でさっきのラックサックとの違いはですね、この下の部分、ここをこういう風に開けることで下側にも部屋がいるんですよ。ここ何かというと、本来はここにシューズ、靴を入れるためのこれ部屋なんです。で僕はここの中にそんなに日常的に出し入れしないけども、一応持っておいた方が安心なものをこの中に突っ込んでます。例えばボイスケアのドアメとか、本当に靴を入れる時もあったりはするんですけども、ここに着替えの T シャツや、靴下、下着みたいなものを入れておいたりとか、ここは僕は日常的にはそんなに触らないようにしてます。でここに本当に靴とかある程度大きいものを入れるのであれば、この上側から入れられるものはちょっと減りはするんですよね。要はここの部屋とここの部屋っていうのは同じ容量を消費することになります。中でここ区分けできる、生地でですね、部屋としては別の部屋になっているので、仮に雨ですごい濡れた靴とかをこの中に入れたとしても、ここのメインの部屋との荷物と当たることはありません。だからスポーツ用途の例えば何ですかね、ゴルフシューズなのか、バスケットボールシューズなのか、サイクリングシューズなのか、ライディングシューズなのか、そういったものを入れるととても便利なところで、スポーツ用のバッグって言っていいんですかね、そういう用途でも使えるってところで気に入っておりました。ここから余談なんですけども、今日ですね予想外にすごいいい天気になって、光がバンバン差し込んできてて、生地感をよく撮れるけどカメラが飛びやすいってところちょっと苦労してるんですけども、そんな流れでこのボックスパック気に入っているんですけども、荷物をしっかり入れた時にはこういう美しいまさにボックス形状になっていて、カバンのシルエットが綺麗に出るんですけども、そんなに荷物毎日毎日あるかっていうと、例えばカメラさっき入れてましたけども、僕はカメラバッグを別に使ったりもするので、そんなに荷物を入れてない日の方が実際は多かったんですね。じゃあバッグもうちょっと小ぶりにしてもいいかな。でこれが僕の体型、身長183センチ結構体大きいんですけども、それでもこのバッグの大きさが目立つぐらいのサイズ感があるので、小柄な方だとバッグの存在感相当でかいと思うんですね。でそこでですね発見しましたのがこれなんですけども、これウェクスレイっていうメーカーのバックパックでですね、薄いんですね。薄いにもかかわらず、さっきのニューエラのこういうバッグのこれのいいところっていうのは、要はこれほどの強度のある高強度のナイロンとか、例えば要はバリスティックナイロンとかコーデュラナイロンとかいろんなナイロンありますけど、そういう生地のバッグってとても加工製造が難しくて、僕も自分でこういう素材を使ったバッグ作りたいななんて思ったんですけども、そう簡単に手に入るものじゃないんですね。それほどの強度の生地を、おそらくは最安値級で手に入れられるのがニューエラのバックパックかと思います。これが例えば、そうですね、紳士バッグメーカーとか、じゃあ旅行カバンメーカーとかに似たような生地を使ってももちろんたくさんあるんですけども、値段が倍以上とかもっと全然高いんですね。で僕は日々もう使い倒してボロくなったらすぐなんか毎年新色出るから毎年買い替えるぐらいのことをしたくって、だとすると、これぐらいの価格帯がちょうどいいんですけど、こっちもうちょっと高いんですけども、こっちはもっとそのガジェット用途に、特化したバッグというようなイメージで、これまたちょっと次の機会に紹介しますね。
というわけで今回はニューエラのボックスパックの新色のグラファイトを紹介してまいりましたが、単体で見ると一見すると黒っぽいんですけども、さっきのブラックと並べるとですね、まあ明らかに色が違うんですね。でそんな話をしながらもですね、そうか前はこういうカラーのバックパック使ってたんだよね。やっぱりこれフロントで見た時のこの赤い差し色むちゃくちゃいいですね。ボックスパックで赤だと主張強すぎるかな、まあ、それもちょっと悩むところなんですけども、まあ、このニューエラのバッグというのはですね、毎シーズン新色が追加されるのもすごく楽しみでですね、まあ今シーズンはこのグラファイトが、まあ、カジュアルだけどもちょっと硬さもあったけど硬くなりすぎなくてちょうどいいかななんて思って手に入れてはいるんですけども、やっぱりこういう色のバッグもやっぱあるとこれやっぱアクセントとしていいですね。懐かしいな。まあ、今からですね、前使ってた黒い方のボックスパックからこっちの新しいグラファイトの方に荷物を移植して、でそれでこれをですね、まあ、戦闘態勢まで持っていこうかなと、まあ、何はともあれここのですね、キャップクリップをつけないちょっと気分上がらないのでそこまでいこうかなと思います。まあ、そんなバッグを紹介してまいりました。で僕はこれバイク乗る時にも便利なのがですね、背中がここメッシュ構造になっている、背中と密着しても蒸れにくいってとこもとても気に入っています。で中に硬いパソコンとか入れていてもこのメッシュ部分がクッション構造になっているので、まあ、肩甲骨とか背中に対する当たりが全く痛くないんですね。であとまあこのチェスト部分をですね、こういうふうにパチンと止めてあげることでバッグがこう万が一か外れてしまわないようにできる、この構造も僕はバイク乗るときには結構気にしてます。まあ、バックパックがその外れちゃったことは一回もないんですけども、体をバイクの上で大きく動かすようなことをしたときにカバンがこう揺れるのもちょっとは防いでくれてるのかなという気もして、僕地味にですねこれの構造はとても気に入っています。まあ、そんなわけでニューエラのバックパック他にもいろいろ紹介してまいりますので、よかったら引き続きレイブロをご覧になってください。これちょっといいなと思ってくださった方はですね、概要欄にリンク入れておきますのでぜひご覧になってみてください。あとですね、面白かったという方はいいね押していってくださると嬉しく思います。またこういうふうにですね、いろんなものを紹介していきたいと思っておりますので、よかったらサポートしてください。そんなわけでチャンネル登録も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。次の動画でまたお会いしましょう。以上レイがお送りしました。